さあ、全国少年サッカー大会もいよいよ大詰め。両チームがポジションにつきました。先に決勝に進むのは日向小次郎。食堂での借り返してやるぜ。準決勝第1試合、明和のキックオフで試合開始です。日向さん、日向君ドリブル開始だ。俺に任せろ。止められるもんなら止めてみよう。早くも見せ場です。こいつなかなかやるぜ。このままじゃ勝負がつかない。キャプテンを援護だ。あっと、そのボールを松山くんがカット。何やったぜ。このまま引き下がる俺じゃないぜ。このまま持ち込んでやる。ヒューガ、みんな戻れ。戻るんだ。決まった。選手権は名場だ。この1点で大会25点目。来たなヒューガ。これはファール。フラノの PK です。貴様わざとわしを。ヒューガ君にイエローカード。お前のワンマンチーム名和は俺たちフラノが必ず倒してやる。フラノ同点のチャンスです。ゆっくりボールを置いて距離を取る松山君。決まりました。すぐにまた引き離してやる。後半開始です。俺の力はこんなもんじゃない。そのままドリブルで上がっていく。俺が相手だ。その日向君を止めに入る松山君。何、あっとボールを奪われた。名場の沢田君です。沢田君がセンタリング。決まった。この二人が噛み合った時はやはり強い名場 FC です。キャプテン、ここで松山君に縦パスが通った。そうはいくか。松山くん足を引っ掛けられた。石井くんにイエローカード。フラノのフリーキックです。キャプテン、俺たちは練習量ではどこにも負けない。今までの練習の成果を出し切るんだ。嫌な石からだぜ。ヒューガさん、一番奥だ。ヘディング勝負だ。同点ならず。松山くんの勝ちだ。フラノ同点。そう、誰がお前らなんかに。ボールはゴール前へ。どうだ。ハンドだ。PK。フラノ決勝進出へのチャンス到来です。ヒューガくん、だからここはみんなで全員の気持ちで一緒に蹴るんだ。はい。待て、キーパー交代だ。わしが育てた不死身のキーパー若島津君。キャプテン、取ったらパス、行きますよ。さあ若島津君、定位置に入りました。島津くんがっちりキャッチ。しまった、ヒューガを追え。ヒューガくん最後の力を振り絞り、フラノゴールに猛ダッシュ。走るヒューガくん、ついにセンターラインを越え、フラノ陣内に入った。ゴールだ、ゴールするんだ。フラノのタックルとヒューガくんのシュートでボールが止まった。しまった。3対2。オイツ・オワレスの激闘もついにタイムアップ。フラノ負けちゃったぜ。ヒューガさん、キャプテン、小次郎、大丈夫だ。ちょっとめまいがしただけだ。また勝負だぞ、ヒューガ小次郎。美杉君、俺は負けない。南葛対武蔵、今キックオフです。サロン、ほんまに立てますわ。はい。そうは行くか。本間くん中央へセンタリング。あ、これはうまい。マークが三菱くんについたため、真田くんがノーマークだ。あ、惜しい、バーに当たりました。おっと、三菱くん
パスを出さずに翼くんを待ち受けています。このボール絶対に取る。さあ強引に体を入れた。水木くん、翼くん、そこだ。あっと今一歩間に合わず。しまった。水木くん、これ以上抜かせてたまるか。くらえ。軟骨必死のダブルタックルだ。決まった。見事な空中技。まさにフィールドの貴公子です。すごい。やっぱり水木くんはすごいや。おでもサッカーは11人でやるんだ。一気に点を取るぞ。前半のうちに同点、そして逆転だ。サロン、キロ、翼くんを徹底的にマークするんだ。はい。よし。水木くんパスカット。軟骨ゴールデンコンビ通用せず。伊沢の言う通りだ。軟骨は翼と岬だけじゃないんだぜ。タキくん、こっちだ。頼むぞ岬。水木くん、任せたぞ。水木、お前にボールは渡さない。やったー。よーし。よし、ナイス翼。父さん、母さん、すごいだ。武蔵 FC の本当の力を見せてやるんだ。攻めきれず後ろの水木くんにバックパス。余裕、2度目の対決だ。やはり知っていたのか翼くん。互角だ。よし、これは森崎くんがっちり掴みました。よし、一気に逆転だ。翼くん、消えた。やった。オフサイドの判定。オフサイド。タキくん、あっと、またもオフサイド。その後も翼はこのオフサイドトラップでシュートを阻まれ続けた。それは軟骨イレブンを精神的に追い詰めていった。ほんま、ボールは右サイド。よし、3度目の正直だ。森崎くん不正だ。あれは なんとこれは豪快に突き刺さった。元気出していこう翼くん。ボールは翼くんに回った。水木くんがボールを奪った。どうした翼くん。叶わない。水木くん、翼くんを抜いた。翼くん真田くんが決めた。3対1、ついに2点差。僕たち武蔵には到底かなわない。これが軟骨の力なんだ。立て翼、立ち上がるんだ翼。軟骨のサッカーは、お前のサッカーはこんなものだったのか。答えろ翼。俺とブラジルへ行くはずじゃなかったのか翼。ロベルト、翼、お前はこのまま終わるようなやつじゃないはずだ。そして今度こそ二人で名和を、ヒューガ小次郎を倒すんだ。美杉君だってこれが本当の翼君だとは思っていないはずだよ。それに今まで戦ってきたライバルたちやこのサッカーボールまで裏切ることになるんだよ。翼君、やるよ俺。この2点は必ず俺が返してみせる。まだ終わってなかったようだね翼くん。行くぞ武蔵。よし、俺たちも翼に続け。その調子よ翼くん。そうか翼。翼くん、今度はジャンプでかわした。まだだ。何これは。うまい。キーパー取れない。やったー。まだ終わってないぜ。軟骨の波状攻撃を見せてやろうぜ。浦部君ボールを奪った。よし、行くぜ翼。ここで蹴っちゃダメだ。何、なんと美咲君。今だ。翼、ナイスシャー。
翼。やったな翼。もう一度僕の手で突き放してみせる。南葛懸命のタックル。しかし水木君、それでもボールを渡しません。今度は翼くんが自らボールを奪いに行きました。翼くん、今度は完全に水木くんからボールを奪いました。そうだ翼。武蔵、急いでディフェンスラインを下げます。グラウンドがぬかるんでこのままじゃ追いつかれる。そしてなんと滑りながらシュート体勢だ。ついに追いついたぞ。やった翼くん。これはどうしたことでしょう。水木くん、キャプテン。キャプテン。ジュン、あなた。待ってください、監督。約束したはずですよ。ナンクスは僕が数分出たくらいで勝てる相手じゃない。翼くん、君との勝負はまだ終わっていないぞ。水木くん。同点に追いつかれた武蔵のキックオフで試合再開。あ、翼くん、ボールを奪った。あっとダメだ水木くん、まだ動けません。それ、木杉くん。もらった。